ウィリアム・クレイ・フォードは、アメリカ合衆国の実業家、フォードモーターの副会長とエジソン学会の取締役を務めた。フォードは、ナショナルフットボールリーグのチームデトロイト・ライオンズのオーナーだった。エドセル・フォードの抜子で、ヘンリー・フォードの最後に生き残った孫である。1925年3月14日、ミシガン州デトロイトで、エドセル・フォードとエレノア・ローティアン・クレイの間に生まれた。 1943年に、コネチカット州、レイクビルのホチキススクールを卒業し、1949年に、イエール大学で、経済学の学士号を取得した。在学中、UI 団体、プシュープシロンのメンバーであり、サッカーチームとテニスチームのキャプテンを務め、上級生の年にはサッカーで名誉ある、オールアメリカンセレクションに選ばれ、大学の選手として7つのイベントレターを獲得した。 フォードはまた、第二次世界大戦中には、アメリカ海軍飛行士として従軍した。戦後、フォードは1947年6月21日に、ハーベイ・ファイアストーンとアイダベル・スミス・ファイアストーンの、孫娘である、マーサ・パーク・ファイアストーンと結婚した。電気によれば、初めてウィリアムがマーサと出会ったのは、二人の母親の、手配で出席したニューヨークでの昼食会だったという。 当時のマーサはバッサー大学の学生で、大学でのニックネームはストーニーだった。ウィリアムはセントメアリーのアメリカ海軍予備飛行学校の海軍、士官候補生だった。二人は1947年6月21日、オハイオ州アクロンのセントポールエピスコパル教会で結婚した。巨万の富を背景とした帝国を築いた両家の孫の結婚は、 多くの報道機関によって報道された。アクロン・ビーコン・ジャーナル氏は、ファイアストンとフォードの結婚を、アクロン史上、最大の社交界の結婚式、アクロンがここ数年で見た中で最大の賞と評した。夫妻は、FBI 長官のジョン・エドガー・フーバー、新聞編集者のジョン・エス・ナイトや、ミナミラー・エージソンからの贈り物を受け取った。夫妻には、マーサ・パーク・モース、 シーラ・ファイアストーン・ハンプ、ウィリアム・クレイ・フォード・ジュニア、エリザベス・ハドソン・フォード・コンチュリスの4人の子供がいる。2018年時点で、息子のウィリアムは、フォード・モーター・カンパニーの代表取締役会長を務めている。以前は、フォードの最高経営責任者と、最高執行責任者も兼任していた。彼らの子供であるマーサ、シーラ、ウィリアムは、 デトロイトライオンズの副会長も務めており、エリザベスは2020年6月に筆頭オーナー兼会長への就任が発表されている。フォードはイエール大学卒業後、フォードモーターカンパニーに勤務し、一時はコンチネンタル部門を率いた。しかし、コンチネンタル部門は短命に終わり、フォードの株式公開の直前にリンカーン部門と合併した。フォードは父が作り上げた。 リンカーン・コンチネンタルを再開発し、1955年にはコンチネンタルマーク2を発表した。彼のオフィスの壁に飾られていたのは、父によるコンチネンタルの写真と自分によって更新されたマーク2の写真の2枚だけであった。フォードは祖父ヘンリー・フォードが没した翌年の1948年にフォードモーターカンパニーの取締役に就任した。 フォードは1951年から1983年まで、ヘンリー・フォード博物館の館長を務めた。彼は、他の歴史的資産にも関与しており、ウェイサイド・インとシーボード・プロパティーズの取締役を務め、ディアボーン・インとボット・フォード・インの管理に携わっていた。1952年4月10日、鉄鉱石運搬船、ウィリアム・クレイ・フォード号が彼にちなんで命名された。 1961年からデトロイト・ライオンズの少数株主であり、チーム社長を務めていたフォードは、エドウィン・アンダーソンとディー・ライル・ファイフの権力争いに乗じる形で他の144人の株主を450万ドルで買収の上フランチャイズの全権を獲得した。ライオンズの取締役会は1963年11月22日に、この取引を承認した。 フォードがオーナーを務める間、ライオンズは、レギュラーシーズンの試合で41%の勝利を収め、プレーオフに10回進出したが、スーパーボールには一度も出場しなかった。また彼は、ユナイテッドサッカーアソシエーション及び、北米サッカーリーグで短命に終わった、プロサッカーチームのデトロイト・クーガーズの会長も務めた。 彼は1957年から1989年までの32年間、フォードモーターカンパニーのデザイン委員会の委員長や財務委員会委員長などの形で57年間取締役を務め、2005年5月12日に退任した。退任当時、息子のウィリアム・クレイ・フォード・ジュニアは、フォードモーターカンパニーの CEO を務めていた。ホーブス氏によれば2013年時点で、 フォードはアメリカで371番目の富豪であり、純資産額は約14億ドルであった。彼はフォードモーターの B 種株式を670万株、普通株式を2630万株保有しており、単独株主としては筆頭株主となっている。フォードは89歳の誕生日を5日後に控えた2014年3月9日、ミシガン州グロース、 ポイントショアーズの自宅で肺炎のため没した。彼はデトロイトのウッドローン餅に埋葬されている。ありがとうございます。